店を移動するのか。準備はできているな。さあ、エリザベス様。それ以上先には行かせん。グリアモール、生きていたのか。ヘンドリクセン、貴様の邪悪な企みは必ず阻止してみせる。青二歳が面白い。この私を本気で止められるとでも。ああ、何としても止めねばならん。一人の王国聖騎士として、そして一人の友として。行くぞ息子よ。はい父さん。始めるぞ。さあ始めようか。相手をしてやるか。終わりだ。おい、ゴール。甘いな。こっちだ。攻撃。の。ああ。かかれ。三。ほら。四。甘いな。ない。おのれ。ない。やってくれたな。王国の剣たる我が権利にかなうものなし。こんなところで負けるわけにはいかないからな。ここまでだヘンドリクス。ドレファス、本気で私を撃つ気か。お前をここまで変えたのも、王国に混沌をもたらしたのも、全てはならば私自身で歪みを正すことがせめてもの贖罪。許せ友よ。残念だよドレファス、お前だけは殺したくなかった。何を言っている。追い詰められているのは貴様なんだぞ。せめて苦痛なく安らかに行くが。父さん、まさか。父さん。妖精族の男と巨人族の男、確かめる価値はありそうです。団長殿、まずいことになった。直ちにキャメロットに向かうぞ。キャメロット付近で異常な魔力の動きが確認された。直ちにって、マリン、一体何が。アーサー様、例の者が活動を始めたようです。よし、これより謎の巨人を迎え撃つ。アーサー様、キャメロット上空に突然鳥のような。空飛ぶ豚。なんじゃあの山のようなデカ物は。一体おかの何倍あるんだ。体の内部に複数の魔力反応を感知したが、生命反応は
おそらくはゴーレムだ。あれは兵器だ。巨獣アルビオ、古の大戦で魔人族に作られた生き残りだ。おそらく実戒の復活とともに目覚めたんだろう。よっ、元気だったか、アーサー。メリオダス殿、私も共に。これを返しておこう。剣戟解放！クルガンだ！実戒。古に封印されし、魔人の王直属の精鋭部隊。この圧倒的な化け物が動き出したのは、その実戒が3000年の封印から目覚めたため、そう申されるのですか。すぐには信じられねえだろうけど、全部本当の話だ。3000年前の決着をつける日がもうそこまで迫ってるみてえだな。次は家に火でもつけちまうか。いくらなんでもそりゃやりすぎじゃねえの。ええんだよ、あそこの親父は裏切り者の聖騎士だ。ジールの野郎も口を開けばお姉ちゃん自慢、マジでうぜえんだっつーの。あのジール、今度はどんな目に合わせてやろうか。なんだてめえは。おい、こいつ確か最近聖騎士になったっていうジールの姉貴じゃねえか。その姉貴が俺たちに何の用だっつんだよ。殺しに来ました。少し遊んであげます。覚悟しろ。
聖騎士だった父さんが失踪した理由を私は知らないけど、私は信じてる。聖騎士としての父さん、父さん、どうか私を導いて。私は父さんに代わってジールを守り続け、あの子の誇りでいられるような存在になってみせます。妖精族の男だ。なるほど。席はいい？
妖精族の男だ。でも興味深いな。俺と互角に渡り合った。そのお前を特別に残飯処理騎士団の団員に加えてやることにする。残飯処理騎士団の一員となったからには己に誇りを持って行動しろ。誰にこびることなく自分自身の力で残飯を勝ち得るのが。おいホーク、飯だぞ。はい。もう一度装備の確認をしよう。